今回のこのコロナ、リーマンショックを超える、そう言われています。そうであるならばやるべきことははっきりしている。徹底した財政出動、これを国が行っていかなければならないが、国は予算を出そうとしない。そればかりか2020年の補正予算、30兆円ものお金を未執行。30兆円使えるお金を使わず、救える命、救える事業者を救わなかった。本当にこのオリンピック開催していいものなんでしょうか。一体誰が得をするオリンピックなんでしょうか。あなたの命を守るより、生活を守るよりも目の前の金のみ。これでは社会が崩壊してしまう。国が機能しないならば、この東京都を機能させて、今大変な思いをされている方々にも底上げをし、今大丈夫だという方々も守らなければならない。私たち令和新選組は小さな国政政党です。たった2議席しかない国政政党ですが、東京の都議会議員選挙にも挑戦してまいります。足立区から末竹明日奈郎、杉並区は山名香奈子、世田谷から風沢純子。政治の経験はございません。そんな素人に何ができる、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも考えていただきたい。政治のプロ、そう呼ばれる者たちに丸投げをした結果、この国はどうなりましたか。だからこそ、たとえ新人であっても、自分がやりたいことが明確であり、決してブレることがない、そのようなまっすぐな人間を一人でも多く、皆さんのお力で東京の都議会に送っていただきたい。私たち令和新選組の看板を背負い、足立区から立候補させていただいたのが末竹明日奈郎、杉並区は山名香奈子、世田谷から風沢純子。みんなの力で都民を一人一人守っていく。政治は変えられる。あなたのお力が必要です。どうかお力をお借りできないですか。